おはようございます。では5日目ですね、やっていきましょう。でまず問題説明からいきます。で上の3問、ここはですね、左の文と右の文がね同じような内容になるように穴埋めやってください。で下の5つは英語の訳もないんですけど、この状態でこの適するものを穴埋めしていくという問題になりますので、まずねここで1回動画止めていただいて8問やってみてください。では自分の方はね解説早速やっていきますので、よろしくお願いいたします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずね、上の3問からです。で、左のね、訳やっていきます。My father took these pictures. My father, 私のお父さんですね。で、took は take の過去形です。だから、撮るです。この場合はね、写真を撮るになります。で、these pictures。これらの写真ですね。これらの写真を私の父は撮りましたという文をあっちに直すんですが、今回、実はここの8問、テーマがあってですね、全体を通して、これについて、勉強していきます。勉強とか復習ですね。受動態です。まあ、受け身形なんて言い方もしますけど、これについてやっていきます。ちょっと出ちゃった。そうかね。受け身形。で、今、私の父、これが主語です。この話と、この文の主人公は私の父ですね。父がこれらの写真を撮りましたと言ってます。で、受動態でよくあるパターンは、主語が変わります。今、こっちの文行くと、these pictures、これらの写真がなんですよ。主役がこっちに変わるの。で、最後に my father が来てるでしょ。だから、意味を受動態を使って変えます。どういう変えるかっていうと、私の父がこれらの写真を撮りましたから、これらの写真は、私の父に撮られましたって。ほにゃららされるっていうのが、この受動態とか受け身形の意味になります。主なね。ほにゃららされるです。まあ、今回は took、過去形を使っているので、されたですね。された。で、受動態の作り方は、be 動詞プラス、ちょっとね、カタカナ使って申し訳ないですけど、過去分詞形です。これが作り方。これも絶対覚えておきましょう。で、それプラス、これちょっとカッコにしておきますけど、by もセットで覚えておいてください。be 動詞プラス過去分詞プラス by です。で、by は後で説明します。で、今戻りましょう。これ、受け身形にする必要があるので、these pictures。これに適するまず be 動詞からいきます。be 動詞を入れるときのポイントとしては、まず、is か am か are かです。まあ、現在形で考えるんだったらね。で、今、these pictures は複数形です、ここ。複数形のときは必ず are です。入れる be 動詞は。are。でも、今、過去形です、もともとが。だから、こっちも当然、過去形にしなければいけないので、are ではなくて、和を入れます。最初。B 動詞はね。で、過去分詞です。もともと使っている、動詞は take。まあ、took になってますけど、take です。それの過去分詞を入れる。take の過去分詞は、take, took。で、もともとの take に n がついた take んです。これが過去分詞。take, took, take んです。で、これでちょっと後ろ、なしね。These pictures were taken で、これらの写真は B 動詞プラス過去分詞を入れたから受け身になったんで、撮られましたになります。撮られました。これが受け身の意味。で、ここで by が出てきます。受動態の文っていうのは、ほにゃ、されましたって意味で使うので、誰かにされるって言い方をすることがよく出てきます。今回で言うんだったら、私の父に撮られたんです。ほにゃららにって。で、その時に使うのが by です。こうやって。だから、these pictures were taken by my father ってすることによって、これらの写真は私の父によって撮られましたと。ね、いう意味で、これで答えが丸になると。いいかな？こういう風に作っていってください。では、2番行きましょう。who broke that window です。で、これは who、誰ですね。疑問詞の誰。で、broke は break の過去形です。壊すです。壊す。で、これは壊したですね。過去形なんで。で、that window。あの窓ですね。誰があの窓壊したんだっていう意味です、これ。誰があの窓壊したんだよみたいなね。で、これを同じようにこっちまでね、受動態に変えていきます。who と、で、that window は入ってるんですけど、これは誰があの窓を、誰によってあの窓が壊されましたかって意味にしたい。壊されましたかってね。で、そうするために、まずここです。入れるものは B 動詞。で、B 動詞、今確認していくと、
もともと風につく B 動詞は is です。 is いいね。で、is なんだけど、こっちの文が過去で作ってるので、is ではなくて、was を入れていきます。who was that window? で、あとは過去分詞です。過去分詞。で、過去分詞が今、break がもともとあるので、break, broke,今やった過去形の broke に n がつきます。broken です。broken。で、最後何が入るかっていうと、これ by が入ります。この by は、まあ、さっきもね、訳やりましたけど、ほにゃららによってって意味があります。誰かによってって。で、今回の意味としては、こっちはね、あの窓、誰があの窓を壊したんですかって意味です。意味、ちゃんと訳すと。で、こっちは、誰によってあの窓は壊されたんですかって訳したいの。まあ、意味としては似てるでしょ。で、だから誰かによってって意味が必要になるので、ここ最後、穴に by を入れてあげてください。いいかな?では次です。Watching birds is interesting to her です。で、これですね、ここの部分、赤か次は。is interesting to ほにゃららってあるでしょ。で、これは、今、watching birds。これは鳥を見ること。まあ、野鳥観察とか、まあ、鳥を見ることみたいな感じで思ってください。で、こっち B が her だとしたときに、A is interesting to B っていうと、彼女にとって、これ、watching birds、野鳥観察は、まあ、面白いとかっていう意味で使うんです。この B、A is interesting to B はね。で、これの書き換えですごく有名なのが右側になると。で、実はこのね、A is interesting to B は、そこまで、めちゃくちゃ出てくるっていうものではないんですけど、こっちがすごい使うもので、C に変わります、主語が。だから逆になるの。Watching birds がさっき主語だったんだけど、her が来る。逆になります。だから受動態です。そこでもわかる。で、あとどう入れるかっていうと、受動態は B 動詞使うから、まず B 動詞入ってるでしょ?で、次なんですけど、さっき答え行きましょうか。これ、be interested in って言います。で、これで、ほにゃららに興味があると意味になります。ほにゃららに興味があるです。で、もともとは、一応ね、be プラス過去分詞を使ってるんです、これ。interest っていう動詞がもともとなってるんだけど、多分そこまで考えなくてもいいです。これも、みんなの、学校のワーク載ってるかな?参考書とかだったら、まあ、塾とかだったら絶対ありますね。これ、熟語でセットなんです。今回、下の問題でいっぱい出てくるんですけど、受動態っていうのはもともと、B 動詞プラス過去分詞、まあ、プラス by ですね。これが基本形です。で、これによって、例えばこういう問題とか、普通に、誰かによって、ほにゃららされるって文を作るのは、これでいけるんですけど、受動態がもともとあるんですが、それを使った熟語ってめちゃくちゃあるんですよ。で、よく出てきます。で、それをちょっとやりたくて、今回この3番を作りました。be interested in。be interested in で、ほにゃららに興味があるです。だから、彼女は、watching birds、野鳥観察に興味があるみたいな感じ。いや、まあ、鳥の観察にね、興味があります、という風になります。まあ、よかったらこっちも覚えてください。A is interesting to B。これと、これ、まあ、B と A が逆になりますけど、B、B、B っておかしいね。B に B 動詞が来て、be interested in を使えば書き換えができると。いいかな。まあ、この熟語はぜひ覚えましょう。で、4番です。で、ここからは、意味だけ確認しながら頑張ります。で、まず4番は、our school。私たちの学校ね。私たちの学校は、ほにゃらで、ビルトが来てて、50 years ago。50、50です。で、50年だね。50年前です。アゴは前だから。50年前に、ほにゃららと言いたいと。で、ビルトっていうのは、これ、こっちでいいか。これ間違えやすいんで覚えておきましょう。もともとはビルドです。最後は D。これがビルドで建てるです。建物を建てるとかビルドね。で、それの過去分詞です。ビルド、ビルト、ビルトです。過去形と過去分詞同じなんでね。ということで過去分詞来てると。で、ここ何が入るかっていうと、まあ、
過去分詞の前に入れるっていうのは、まあ、基本的にはね、受動態を使うってパターンが多いので、入れましょうと。ただし、50年前、過去の話をしているので、ここは過去の B 動詞が入ります。で、主語が our school だから、ここは、こうやって was を入れる。our school was built 50 years ago と。これで私たちの学校は50年前に建てられたね。ほにゃららされる。それの過去形がされただから。で、建てるがもともとあるんで、建てられたです。という意味になります。で、ここから熟語ゾーン行きましょう。リサです。リサ。リサ was surprised ほにゃらら her father's letter。で、この、もうサインはここですね。be surprised まあ、ほにゃららとなってると。で、これ答え言っちゃいましょう。これ、at です。at。be surprised at で、ほにゃららに驚くという意味があります。全部引いちゃいますか、ここ。ほにゃららに驚くです。もともと B 動詞プラスサプライズって驚かせるなんで、過去分詞が来てるから、ほにゃららに驚かされるって意味がもともとにある。受動態をちゃんと訳すんだったら。だから、her father's letter、彼女のお父さんの手紙に驚かされたって、リサはね。で、訳してもいいんだけど、この熟語自体が驚くなんで、リサは彼女のお父さんの手紙に驚きました。わずだからね。ましたと。いうふうに訳してください。で、次です。マウント富士、富士山ね。was covered ほにゃららスノー。これも、be covered ほにゃららなんで、来るのは with です。be covered with。これで、ほにゃららに、ひらがなでいいかな。覆われていると。カバーって、例えば本のカバーとかって言いますけど、本をカバー、本を覆ってるでしょ、カバーが。で、それの同じ。B 動詞プラスカバーで、過去形、過去分詞が来てるので、覆われてるんです。で、その時に、その、もともとはさ、B 動詞プラス過去分詞が倍なんだよ。ほにゃららによってっていうのは。ただ、もう熟語で決まってるものを使うとき、こういう風に。サプライズもそうだけど。時は、at が来ます。こっちは with が来るんです。be covered with です。セットで覚えちゃう。いいね。で、これでまあ、富士山は雪、スノーだから雪ね。雪に覆われてるよ、という意味になります。で、次ですね。この場所では、まあ、1番と言っていいほど出やすい問題です。these animals。これは、これらの動物たちね。動物たちは、B 動詞プラス made が来てるの。で、B 動詞プラス made が来てたら、もう二択です、この後ろ。of か from が来ます。はい、どっちだと思ってください。あ、この引っ掛け来たね、みたいな。で、今、もっと向こうを訳すとペーパーがあるから紙なんですよ。で、これは、these animals。これらの動物たちは紙で作られてるって訳すんです。だからこれ動物って多分折り紙ね、きっとね。イメージとしては。折られた折り紙。だからこれらの折り紙、例えば犬とかわかんない、象とかわかんないけど、折ってあって、で、これらの動物たちって紙で作られてるよね、みたいな。風に多分そういう意味だと思う。イメージとしてはね。場面、シチュエーションは。で、これ何がミソかっていうと、答えから言うとオブなんです、今回は。オブ。で、be made of と be made from は両方熟語があります。で、両方ともほにゃららによって、ほにゃららで作られてるという意味になるんですけど、どう使い分けるかっていうと、こっちの of は、見てわかるんです、素材が。だから、折り紙で折ったものって絶対紙で作ってるってわかるじゃないですか。だからこっちを使います。例えば、この机は木で作られてるって、木で明らかに作られてるんだったら分かるじゃんか、素材で。でも、こっちは見た目で分からないんです。で、よく出てくる。文としてはもうワインです。ワイン。ワインってブドウから作られてるんですよ。でも、見た目でブドウから作られてたら分からないじゃん。知識で知ってれば分かるけど。だからそういう時には、be made from こっちを使います。ワインはブドウによって、ブドウから作られてる。みたいなね。そこでぜひ覚えておいてください。よく出てきます。このオブとフロムの、引っ掛けね。で、ラストです。The Zoo 動物園です。動物園は be crowded ほにゃらら children。まあ、これも熟語ですね。これ、with が入ります。children 子供たち。で、be crowded with で、ほにゃららで混雑してるって意味になります。混雑。下空いてるから書いておきましょうか。
混雑していると。だから、その動物園は子供たちで混雑しているよという意味になるので、ぜひこれも覚えておきましょう。で、ぜひ今回はね、そんなに数をちょっと紹介はできてないんですが、おそらくみんなが持ってるワーク参考書、まあもろもろあると思うんですけど、受動態とか受け身系のページ、もしかしたら単語集の熟語のページとかになっちゃうかもしれないんですが、かなりあります、種類としては。で、いろいろ重要単語とか重要熟語ありますので、まあ、もしよかったらそちらの方もね、ぜひチェックしてみてください。もしね、自分の方も、まあ、コメント欄とか自分のやつで集めたものがあれば、他のやつでまた撮ってみようとは思います。いいかな。では5日目ね、今日もお疲れ様でした。ちょっとね、今年もあとちょっとですけど、だいぶ寒くなってきたんで、体調に気をつけてね、みんな今日1日も頑張っていきましょう。